ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、最近話題で個人的に気になる予言者っている？そうだな、戦争、感染症のパンデミックについてなど、様々な予言を発信していたある予言者が気になっているぜ。そうなんだ、そんな予言者っているんだね。そうだぜ、今回紹介する予言者は過去に的中した予言だけでなく、外れたとされている予言が注目されている人でもあるんだ。加えて、彼の予言と非常によく似た予言を、他の予言者が予言してもいる予言者でもあるんだぜ。その人の予言が悲惨なものでないといいわね。残念ながら、その人は将来日本や世界に対する不吉な予感を警告しているんだぜ。そうなの？気になるわね。よし、それじゃあ今日は2025年7月大災難予言の真実、始まっていなかった伝説の予言、について詳しく解説していこう。わかったわ、よろしくね。ゆっくりしていってね。ねえ、魔理沙、ノストラダムスの予言の話で2025年7月に大災難が起きるとか言われてるけど、結局それって何なの？そうだな、霊夢、南海トラフ地震、隕石落下、海底噴火なんていろいろ言われてるけど、実は答えが分かっちゃったんだぜ。分かっちゃったって、何が？それは、第三次世界大戦かもしれないってことだぜ。怖いよな。怖、でも、2025年7月の話って、確か辰木先生が言い出したんじゃなかったっけ？ああ、辰木先生が最初に言ったんだが、実はそのタイミングにノストラダムスも似た予言をしてるんだぜ。彼は予言界隈で世界一有名な予言者だ。世界一ってどういうこと？ノストラダムスの予言は、予言者たちが学ぶ基礎中の基礎なんだ。例えば、1999年7の月に空から恐怖の大王が降ってくるってやつ、聞いたことあるだろ？ああ、それなら知ってる。それで1999年に世界が終わるんじゃないかって日本でも大騒ぎになったやつだよね。そうだぜ、でも結局外れたんだよな。世界一の予言者なのに外れるなんて、どういうことだってみんな思っただろう？うん、なんか肩書きだけ立派で外れてるのって、ちょっと微妙だよね。まあ、バババンガとかクレイグ・ハミルトン・パーカーなんて、現代のノストラダムスなんて呼ばれてるが、本家が外した理由を考えると、お前らの理解が間違ってるんだぜ。お前らって、言い方、視聴者のことだよね、それ。あ、悪い悪い、でも聞けよ、ノストラダムスが1999年の予言をしたけど、実は証拠を照らし合わせてみると、2025年9月なんじゃないかって話があるんだぜ。え？ずれてるってこと？じゃあ、1999年じゃなかったの？その通りだ。つまり、来年が本当のタイミングかもしれないってことだぜ。じゃあまた予言が的中する可能性があるってこと？ああ、でもみんな、ノストラダムスの有名な予言の続きは知らないだろ？続きってあったの？そうだぜ、1999年の7の月に空から恐怖の大王が降ってくるだけが注目されてるけど、その先の内容を知らない奴が多いんだ。ああ、なんか CM とかでサビだけ流れてて、曲全体を知らない感じに似てるね。まさにその通りだぜ。だから、今日はそのノストラダムスの大予言の真実に迫っていくんだ。マリサ、最近聞いたんだけど、今使っている西暦が間違ってるって話があるらしいよ。本当かな？ああ、それは最近よく聞く話だな。実は、西暦ってキリストの誕生を基準にして数えてるんだ。例えば、キリストが生まれてから1年、2年、3年、って感じで数えるんだぜ。そうなんだ。でも、どうしてそれが間違ってるって言われてるの？実は、キリストの誕生年が紀元前4年だったんじゃないかっていう説があるんだよ。だから、今使われている西暦は少なくとも4年ずれてる可能性があるってことだぜ。それってすごく大きなズレだよね。じゃあ、どうすれば正しい西暦になるの？それが、キリストが誕生した年を基準にするのはちょっと違うんだって話もあるんだよ。実際には、キリストが30歳で洗礼を受けた年から西暦を数えた方がいいんじゃないかって意見もあるんだぜ。そうすると、西暦ってどんな風に変わるの？もし洗礼を受けた年から数えるなら、今の西暦に26年を引くことになるんだ。つまり、現在の2025年は、1999年と同じ世紀末だってことになるんだぜ。じゃあ1999年に起こった世紀末の予言って外れたわけじゃないの？その通り、実は1999年の予言、つまりノストラダムスの大予言は、1999年の7月ではなく、実際には、2025年の9月に地球が滅亡する可能性があるっていう説があるんだぜ。7月じゃないの？どうして9月なんだろう？そう、それが面白いんだよ。
ノストラダムスが7の月って言った時、7月ではなく9月を指していた可能性が高いんだ。実は、ラテン語でセプテンバーは7番目の月って意味なんだ。それって、どういうこと？だって、古代ローマでは1年の始まりが3月だったんだよ。だから、9月は7番目の月として数えられていたんだ。なので、ノストラダムスが言いたかったのは7月ではなく9月なんだ。なるほど、そういうことだったんだ。じゃあ、1999年の7月じゃなくて、2025年の9月に滅亡するかもしれないってことなのか。そういうことだぜ。でも、それって確実な話ではないから、あくまで一つの説に過ぎない。歴史の解釈や予言の受け取り方次第で変わってくるけど、興味深い話だろ？うん、すごく面白いね。でも、そうすると2025年は本当に大変な年になるかも？まあ、そういう話があっても、実際に何が起こるかはわからないよな。でもこういう話が続くことで、歴史や未来について考えさせられるってのが面白いんだぜ。そうだね、未来がどうなるかわからないから、ちょっとドキドキするけど、楽しみにしてるよ。そうだな、まあ結局、未来のことはわからないけど、面白い話を知ることで少しでも今を楽しめるってのがいいところだぜ。マリサ、さっきから話しているノストラダムスの予言ってよく聞くけど、どうしてそんなに有名なの？それは簡単だぜ、霊夢、ノストラダムスの予言は、当たったって言われるものがいくつもあるから注目されてるんだ。その中でも、日本に関係ある予言があって、結構興味深いんだぜ。ちょっと説明してやるよ。日本に関係ある予言って、どんなのがあるの？第3巻13番の死に休憩の船に、金銀も溶けるような光が落ちる、船体も沈むって書かれてるんだ。この休憩の船ってのが、日本を指してるんじゃないかと言われてる。日本列島は弓なりの形をしてるだろ？だから、これが日本を示してるって解釈されてるんだ。なるほど、でも、それがどうして原爆とか戦争に繋がるの？金銀も溶けるような光ってのは、原爆の爆発を指してるって言われてるんだ。そして船体も沈むってのは、第二次世界大戦での日本の敗北を意味してるらしい。つまり、この詩は日本に原爆が投下され、戦争で敗北することを予言してたってわけだな。でも、それなら日本ってはっきり書けばいいのに、休憩の船なんて回りくどいよね。そや、当時は日本って名前が今ほど知られてなかったからな。それに、この予言の後には大帝国が瞬く間に成長するって部分もあるんだ。これが戦後の日本の復興を指してるって言われてるんだぜ。ただ、今の状況を見ると必ずしも全部当たってるわけじゃないけどな。戦後復興が当たったとしても、今は少し停滞してる部分もあるし、解釈次第で当たってないとも言えそうじゃない？それもそうだけど、他にも当たってるって言われる予言があるんだぜ。第2巻53番の詩には、海辺の都市の大疫病は死の報復が遂げられない限り止まらないだろうって書かれてる。この海辺の都市ってのが、水の都とも呼ばれる中国の都市を指してるんじゃないかって言われてるんだ。大疫病って、パンデミックのことを言ってるの？そうだぜ、累積感染者数や死者数を考えると、まさに現代のパンデミックに当てはまる部分が多い。死の報復が遂げられない限り止まらないってのも、被害の大きさを象徴してるように思えるよな。ただ、ノストラダムスの予言は比喩的で解釈が分かれるものが多いんだぜ。でもさ、曖昧な表現が多いなら、どうとでも解釈できるんじゃないの？それは確かにそうだ。でも、1999年の7の月って予言だけは珍しく具体的なんだぜ。年月が明確に指定されてるから、これまでの予言者とは違う点として注目されたんだよ。ただ、その内容が何を指してるかは今でも議論の的だけどな。なるほど、確かに年月まで明記してるのは珍しいね。でも、結局のところノストラダムスの予言って解釈次第で意味が変わるんだよね。その通りだぜ。だからこそ、今もなお多くの人が彼の詩を研究しているんだろうな。解釈の幅が広いから、現代にもつながる内容が多いってのも彼の予言の魅力の一つなんだぜ。2025年の予言が注目されてるけど、ノストラダムスの予言と一致するものがいくつかあるんだぜ。例えば、タツキヨウ先生やブルガリアのノストラダムスとも言われているバババンガの予言がある。そんなに一致してるの？予言って信じていいのかな？タツキヨウ先生は1999年に私が見た未来って本で東日本大震災を予言して注目されたんだ。その本の中で、本当の大災難は2025年7月にやってくるって書かれていて、その時期がノストラダムスの予言とほぼ一致してるんだよ。2025年7月に大災難？それって本当に来るのかな？まあ、
誤差って考えることもできるけど、こんなに一致してるのは偶然じゃないだろ？で、辰木陽先生が見た予知夢には、日本とフィリピンの中間地点に2匹の竜が潜り進むのが見えたって言うんだ。その先で海底が盛り上がり、津波が起こるって話なんだ。しかもその津波、東日本大震災の3倍の高さだぜ。そんなに大きな津波が？それじゃ、どうなっちゃうの？それだけじゃないんだぜ。辰木先生はさらに、香港から台湾までは地続きになる光景が見えたって言ってるんだ。もしこれが本当なら、大変な状況になる可能性があるってことだな。それって、どういう意味があるの？大事なのは、辰木陽先生が災難って言ってるところだぜ。災難ってのは、自然災害だけじゃなく、人間によって引き起こされることも含んでるんだ。つまり、自然災害だけでなく、何か人間由来の出来事も関係してるかもしれないってことだな。ああ、なるほど。災難って言葉にはそんな意味があるんだね。でも、バババンガさんの予言も気になるな。バババンガは、2025年にヨーロッパで大規模な紛争が起きて、ユーラシア大陸の人口が大幅に減少するって予言してるんだ。これもかなり注目されている予言だぜ。そんな予言があるの？それってノストラダムスの予言とも繋がるのかな？そうだぜ。バババンガの予言は、ノストラダムスが言った第三次世界大戦の予言とぴったり一致するんだ。だから辰木陽先生の予言のように、2025年7月にフィリピン海近くで大きな災難が起こり、世界的な問題が発生するってことになる。それって、ノストラダムスの予言と一致してるんだね。じゃあ、もしかして本当に起こるのかな？それがな、予言者たちが言ってることが一致しているから、偶然とは思えないんだよ。でも、予言ってのは絶対ではないから、考察することが大事だぜ。そうなんだね。でも、もし本当に大災難が起こるなら、どうしたらいいんだろう。まずは備えることだな。信じるかどうかは自分次第だが、どんな状況でも冷静に対処できるようにしておくことが重要だぜ。何かが起こるかもしれないから、備えておくのは絶対に大事だぜ。確かに備えることは大切だよね。でも、具体的にどう備えたらいいんだろう？予言が当たるかどうかはわからないけど、最低限の準備はしておくべきだぜ。明日何かが起こっても慌てずに済むだろ？なるほど。じゃあ、来年の7月とか9月ってどうなんだろう？なんかその時期が大事だってさっきも聞いたけど。ああ、星の巡りが悪いらしいな。まあ実際どうなるかはわからないけど、その時期に何か起こるかもしれないって言われてるんだぜ。そうなんだ。それで最近見たんだけど、三大ピラミッドの上に水星、金星、土星が並ぶ画像があったんだよ。すごく神秘的だったよ。あれ、2300年に1回しか見られない現象だって言ってたな。今生きてる間には見ることができないけど、確かにすごかったぜ。あれはすごかった。星が並ぶと、何か大きなことが起こる気がするけど、それって予言に関係あるのかな？そうだな、映画でもよくある話だろ。惑星が並ぶ時に何かが起こるって、だから来年の7月に何かあるかもしれないって言われてるんだ。そうか、惑星の並びには何か力が働いてるんだね。月が近くに来るだけでも海の満ち引きが変わるし、惑星が並ぶ時には何か影響があるのは確かだね。そうだぜ、月でもこんなに影響を与えてるんだから、惑星が並べばもっと強い影響があるはずだぜ。目に見えない力って、いいこともあれば悪いこともあるんだろうね。絶対にあるぜ。だからこそ、占星術が何千年も続いてきたんだ。予言を馬鹿にせず、ちゃんと気にしておくのが一番だぜ。次は、ノストラダムスの大予言についてちょっと違う視点から見ていこうぜ。実は、今までの解釈が大きく間違っていたって話なんだ。え、そうなの？でも、ノストラダムスの予言ってすごく有名だよね。どうして間違ってたの？そうだよな。実は、1999年に世界中で話題になったあの予言が、実は誤解されて広まっていたんだ。これがその原文なんだぜ。イタリア語で書かれてるから読めるかな？ああ、これか。ちょっと難しそうだね。じゃあ、何が間違ってたのか教えて。まず、日本語訳が誤解を招いたんだ。例えば、予言には1999年の7月に空から恐怖の大王が来るって書かれていたんだが、これだけじゃ意味がよくわからないだろ？そうだね、なんか怖い感じだけど、具体的に何を言ってるのかがよくわからないよ。その通りだぜ。実は、この予言の中で重要なのは、最初の2行よりも後の2行なんだ。多くの人は最初の部分だけに注目して、その後はあまり解釈してこなかったんだが、後半にこそ本当の意味が隠れてるんだ。そうなんだ。じゃあ、
後半の部分って何が書かれているの？それを今から説明するぜ。まず、この予言の2行目に空から恐怖の大王が降ってくるってあるだろ？でもここには、重要な誤解があったんだ。え、どういうこと？実は、原文に書かれていたデフレイヤーって単語が、後にデフレイユールって別の単語に変わったんだ。これが、予言の意味を大きく変えてしまったんだぜ。単語が変わっただけでそんなに違うの？そうなんだ。デフレイヤーっていう単語は世話役って意味なんだけど、後に使われたデフレイユールってのは恐怖って意味なんだ。全然違うだろ？わぁ、すごく違う。それって、予言の意味も変わっちゃうよね？その通りだぜ。たった一文字の違いが、予言の内容に大きな影響を与えたんだ。これがまさにバタフライエフェクトだよ。なるほど、一文字の違いがこんなに大きな誤解を生むなんてびっくりだね。そうだろ？だから、このノストラダムスの予言の解釈を正しく理解するためには、言葉の違いに注意しながら深く掘り下げていく必要があるんだぜ。世話役にはあがないって意味があるんだぜ。つまり、罪の償いをすることってことだ。ふーん、でも空からって、普通の空じゃないの？それが違うんだぜ。ノストラダムスは故郷のプロバンスを空って比喩的に表現してたんだ。他の箇所でも同じような使い方をしてるから、ここでもそうだろうな。じゃあ最初からプロバンスって書けばよかったんじゃない？それがな、ノストラダムスはわざと曖昧に書くのが好きだったんだぜ。空って言葉の方が神秘的で目を引くだろ？それで空から恐怖の大王が降ってくるっていうのはどういうこと？つまり、故郷プロバンスから恐怖の象徴が現れるってことだな。その象徴が罪の償いをもたらすんじゃないかってことだぜ。恐怖の象徴って、何か具体的な出来事があるの？予言にはアングーモアの大王を蘇らせってあるんだが、これが16世紀フランスのフランソワ一世を指してるかもしれないんだぜ。フランソワ一世？どんな人なの？ルネサンス期の国王で、外交や戦争でフランスを大きく変革させた人物だ。彼の時代にはイタリア戦争が起きてるし、歴史的に大きな動きがあったんだぜ。なるほど、それでマーズって言葉もあったけど、それはどう訳すの？マーズにはフランス語で戦争って意味があるんだ。だから、マルスの前後に幸運によって支配するためにって部分は、戦争の前後を首尾よく支配するためにとも解釈できるんだぜ。それって、やっぱり大きな戦争が起きるってことなんだね。そうだな、この予言をまとめると、2025年9月にプロヴァンスから恐怖の償いが来るだろう。戦争の前後を支配するために大王が蘇るだろうって感じだぜ。それって、もしかして第三次世界大戦のことを指してるんじゃないの？その可能性が高いぜ。プロヴァンスからの償いが世界規模の戦争を引き起こすって話なんだろうな。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。